はいどうも、ミスターアンドレスお願いします。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。ということで、この動画はジンズさんとのコラボ動画になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、ジンズさんからこんなものが届きました。著名 YouTuber の皆様へ、はい、ジンズの悪口 OK。 え、言ってみてください。ジンズ、ジーンズと名前かぶってる。そうです。ジーンズのブルーライトカットのメガネの正直な感想をぶっちゃけてください。ブルーライトカットのメガネの正直な感想をぶっちゃけてください。俺にの悪口は NG で。ジーンズのブルーライトカットのこちらですね。はい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 、はい、ジーンズスクリーンっていう、おお、ブルーライトカットのメガネらしいんですけど、うん、こちらのジーンズのブルーライトカットのメガネなんですけど、ジーンズスクリーンという、でもさ、ちょっと前にさ、カンタがさ、うん、買ってたじゃん。あ、買いました買いました。パソコンの画面の光強くしないと見えないみたいになって、で、ブルーライトカットのメガネかけないとやばいみたいになって、そうなのよね。意外とだから編集とかしてると、うん、その、青い光が一番強いんだよね。そうだね。で、それが、あの、目に入ってきて視力が悪くなったりとか、いろいろ症状を引き起こすそうで、だからブルーライトメガネをかけた方がいいんじゃないですかっていろんな視聴者さんに言っていただいて、うん、そう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 、まあ、かけてた時もあったんですけども。ただ、YouTuber って編集の時間とか、はい、YouTube 見る時間がすごい長いんで、うん、確かにもう、すごいこう必要なものであるし、はい、これで伝えられるんですけど、うん、皆さんにね、伝わりやすくなるように、はい、今週は、めちゃくちゃ、とある YouTuber の動画を見て、おお、まあこれをかけながら見てね、嬉しい企画も見て、その YouTuber について詳しくなろうと思います。おお、素晴らしいじゃないですか。そしてその相手の YouTuber 本人と動画の内容をクイズ形式にして対戦していこうと思います、うんうん、はいはいはい、かなり厳しい戦いになるってことですね。いや、そうです。だから本人よりも詳しくなんなきゃいけないってことです。いや、誰ですか、決まってるんでしょ対戦相手は。はい、はじめ社長の畑さんでございます。すごい戦いだこれは。いや、ただちょっと俺は頻度多いっすね。いや、まずもちろん期間は限って、あー、対戦するんですけど、期間は、はい、まあ短すぎてもね、めちゃくちゃ未来いいぞ、その何回か見ればいいじゃん。確かに2021年にはじめ社長の畑で上がっている動画すべてに、はい、50本ないぐらいか。そうだね、そんくらいありますね。はい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 、すごいブルーライトがカットされてる。わかるんだ。まあね、今ブルーライトを発するものが一個もついてない。いや、似合うよ。あ、そう、俺メガネ日本一似合わないと思ってた。もう、君はだってね、普通の顔してるからね。メガネ顔だしね、よく見たら。ちょっとじゃあ、はい、勉強していきたいと思います。はい、今ね、多分ほとんどのね、動画を見終わって、で、僕ね、前半に山を張るっていう話だったんで、前半の気になるところを書き出そうと思うんですけど、オーディションの動画があるんだよね。とか、いろんな商品を使ってる動画とかがあって、まあ、この辺は問題にしやすいかなって思うんだよな。オーディションこれ出るだろうな。なんかメンバーそれぞれ答えを出してたり、なんか一つ一つに特徴があるやつなんか問題になりやすいだろうなっていう、逆になんか大食いみたいな感じにするやつはそこまで問題にしづらいんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、どうなんだろうな。見た回数とか見てる時間がやっぱものを言うなって思いますね。でこう畑の動画ってこうなんだろう、すごいこう転換が激しいんで、何回も何回も見て、でその何回もこう集中して見るにはこう楽しみ方みたいなのを変えていかなきゃいけないですね。1回目と2回目とみたいな、もうタナッチに注目する見方とか、逆にもう編集のテロップだけ見る見方とかを変えていくべきなんかなと思いますね。オーディションこれ出るな、オーディション絶対出るな、オーディションな。いや、いやでもな、どこまで出るかで、ね、なんかなんとかの強化のそのは何十丸だったでしょうみたいに出たら結構きついな。まあでも一人一人のトマトくん意外と。YouTube の動画の試験の勉強楽しいです。こんな感じでちょっとやっていこうと思います。
ということで、私カンタがどうやって勉強していくかというのをね、ちょっと説明したいんですけども、これねやってる人いないと思います。で、このね暗記系のやつって僕そんな得意じゃないんですけど、こういうね映像のなんかを覚えてくださいっていうの結構ね得意とする分野でして、実は必勝法があるわけですよ。今日はそのやり方をね皆さんに紹介しつつ、暗記していこうかなと思うんですけども、これなんか僕いろんな映像とか見る機会があって、そういう時に使ってる技でもあるんですけど、まずはじめしゃちょんのねこの畑の動画をちょっとお借りしまして、あ、やばいっす。あのですね、このねブルーライトメガネがあるからこそできる技でもあるんですけども、こうやって映像を見ていく中で気になったところにこうマークつけていくんですよ。マークつけていくし、もっと気になったところにここに文字入れてテロップ入れていくんですよ。なんで動画上にノートを作って勉強できるんですよ。で最終的に上に出たテロップの部分を暗記していけばいいんで、これ何かっていうと動画ならではのその動画自体にメモを取るっていうのを編集ソフトを使ってやることで何度でも見返してポイントを分かりやすくマークしていくことができるっていう。2倍速とかでも聞くことできるんですよ。だスピードラーニングができるっていう。はい、どんぐりだね。これどんぐりってなったところをこうね一個上に出しとくと、後でどんぐりっていうのが覚えやすい。これのやり方マジで鉄壁なんで、このやり方マジで鉄壁なんで皆さんおすすめでございます。はい、ちょっとお楽しみに。ということで、はじめしゃちょーの畑さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、見てた人が今だね、本物ですよ。本物ですね。これもその感覚になってます今実際。俺らが見てきて YouTuber になったっすからね。そう、まあ当たり前ですけど、まあ勉強じゃないですけど、勉強してきてないわけじゃないですか。でも動画を撮って編集して、お前髪伸びたな。視聴者さんの意見。おー、今だいぶコメント読んじゃってごめん。あ、コメント今生配信なんですか。でも普通に考えたらめっちゃ強いです。さすがに負けてはられないですね。まあ作った側ですからね。無双にしてますからね。ということで、じゃあクイズやっていこうと思います。はい、お願いします。それでは、はじめしゃちょーの畑クイズ、はい、第1問。元旦だし滝行しに行かねより、滝行中に答えたタナッチの今年の目標は。うわー、編集したの俺だ。お、あ、だから寒すぎて何も覚えてねえやん。確かに。するわ。これです、これです。できました、できました、できました。せーの。はい、どん。みんな、健康に気をつけよう。おー、みたいな。あー、滝行ってのもあんのかな、なんか。健康に気をつけて、みたいな感じだったかな。畑側の意見としては、みんな仲良く。あー、仲良くもあった気がするな。そんな感じだった気もする。仲良くか。はい。これ起こしてみます。もう絶対考えた。あ、頑張るぞ。殺して殺しの目標、殺して殺しの目標。みんなみんな元気に仲良く。あー、これはどうですか。両チームポイントで。おー、足したらちょうどいいみたいな。足したら完璧な答えになってましたね。滝行中に答えたタナッチの今年の目標は。一日一日を本気で。いや、意外と本人でも難しいね。難しいですよ。じゃあ次いきます。はい、はい、次の問題。 YouTuber の食費がヤバいらしいから調べてみた。最近だの後半より、トマトくん、陽平、トツ、タナッチの答えた陽平先生の面白シーンをそれぞれ答えてください。それぞれ、また言っていいですか。編集僕です。おー、あー、言っちゃってくださいよ。もう最近のやつで僕普通に見てたし、もう一回見てきたんで、うん、あ、そうそう、勉強してきたんで。視聴4本あげたんで、絶対俺は。うん、そうだね。なるほどね。せーの、じゃん。はい、あ、それだ。あー、
全部って書いてる。まあね、含まれてはいるけどね、その場合ね。すごいな、マジで勉強してきてんじゃん。はい、マジ勉強。すごい。はじめみたいに書いてあるんですね。東映じゃなくて。繁栄のやつね。繁栄。じゃあ答えいきます。自分で笑ったら。どれだろう。いきますよ。せーの、はい。あーあーそうだよ。それだ。何これ、なんか水風船投げるんだけど、ね、はい、うわーそれだよ。俺たちのたまりチーム1ポイント。よーし、ありがとうございます。いいの、いいの。はい、はい、玄関に何か置いてったやつがいました。あ、前半だな。の後半より、はじめ社長5、立て目澤部4人で行ったチーズバーガー早食い対決の際、はじめ社長が着ていた T シャツに書かれていたものとは。これも俺が編集したやつだ。全部じゃん。すごい、全部の動画編集してんの。完全ローテーションなのに。え、これ俺分かるわ。あ、本当？やばくない？それ分かる。ユーリス、これ。え？これうちユーリス。この問題は本当に。はじめさん持ってる服ってことじゃないですか。確かに。いや、俺は静岡と東京両方に服あるからさ、もう分かんないよ。これは僕ら自信、僕はちょっと違いますね。いきます。はい、せーの、じゃん。ユーフェス香川の水たまりの T シャツ。たまに着てますね、確かに。着てるわ。こっちは、焼肉クラウドファンディング。そんなんなんなんそんなんなんすか。着てるんですよ、たまに。なんすかそれ。答えいきましょう。はい。じゃあ、絶対そうだよね。うわー、マジだー。もうストーカーだよ、もうこれは。俺らのグッズだからね、あれ。そうですね。はい、すごい。やば、当たりました、これは。水溜りチーム1ポイント。やばいよ、負けるよ、これ。完封しますよ。やべ、このままいったら。次の問題、はい、はい、4択問題です。お、はじめ社長の畑ランキングより動画全体の尺は何分何秒。え、それはちょっと、その動画の尺ってこと。はい、また俺です。え、なんで動画にしやすいんじゃない。狙ってます。問題にしやすい編集してんだ、だから。そういうことなんですかね。いや、 A 18分19秒、 B 18分49秒。いや、無理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 。ごめんけど俺それ見てないわ。 C 19分19秒、 D 19分49秒。ここまでは間違いないんですよ。結構ね、長かったの覚えてない。そうだ、結構長いなと思ったけど。よし、できました。これじゃん。それっぽい。わかんないけど。全く意識してなかったな。せーの、これ2。おお、2番。あ、じゃあ大丈夫、ね、大丈夫か。なんでだろう。え、勘ですか。確か、こんなだった気がするなぐらいですね。自信は。答え、あ、うわあ、え、違う。 A の18分19秒です。お前が好きだから、好きだとか嫌いだとか。さすがにそうだな。惜しい。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。鈍い値外したっすね。18分まで覚えてた。あ、そうなんですね。ということで、両チーム正解。あー、正解感出ちゃった。確かにね、揃いましたみたいなね。畑オーディションに集まった人たちがヤバすぎて見てほしいより、オーディションナンバー3、状況わっしょいさんの特技は何でしょう。あー、これはわかります。何せ僕が編集です。すごっ、すごグルグル違う。すごっ、人変わるし。漢字書く。あ、漢字は書く。あ、はいはいはい、思い出した思い出した思い出した。漢字はね、わかんない。漢字書けます。これ多分いける。まあ、ヒント出しちゃおっかな。歩き方が変だったやつです。わからん、わからん。せーの、はい。なんか、序盤の方に僕の長所とかは、なんかこの短い動画では語れませんみたいな書いてあって、え、あの人が状況わっしょいさんなのかなって。ちょっとあの、まだビデオを見てる段階とかですね。そうそう、最初のあの、あの段階を問題にしてきたのかなって思ったんですけど。残念。本家だ。なんですか、菅田将暉の、いや、その人いた。あ、それはもう、一番左の人ですか。そうです、そうです。うわー、出た、そいつか。特技が、いいですか、じゃあ、砂まさき。ああ、違う、違う、状況はっしょいなんだ、この人。正解だ。じゃあ、畑チーム1ポイントです。よし、いやー、これ取れたなー、ちゃんと勉強しとけば。この食という字は、今年、はじめ社長の畑のサムネイルに最も登場した漢字ですが、サムネイル、うん。食と登場回数同率1位の漢字が1つあります。それは一体何でしょう。へぇ、あー、な
なるほど、多分これだ。そうだそうだそうだ、うん、ありそうだ、そうだそうだ、いきます、せーの、じゃん、はい、人、金印象ある。あー金やー金ありそう、うん、金入ってたっけ、貯金のやつとかってことですか。そうですそうです、なんかドーンって出てるイメージ何回か。両者不正解。なんだ？セカンド、はい、セカンド、あの両者セカンドチャンスどうですか？あ、じゃあもう一個。ああ、もう一個だけ。いけるんすか？一回考えますちょっと。せーの、はい。禁止の禁。わかりません。ぽい。ぽい。大。両者不正解。あ、正解は、うん、時間の間。あーあー、なるほど。継続です。いやー、わからんわからん。神か。黙っていっぱい食えより、トツがお寿司屋さんで食べたものの内容をできるだけ多く答えてください。うわーうわー、いや、これ食ってない。これはね、それってさ、あれですね、それってさ、いきますか。回答お願いします。はい、せーの、じゃん、はい、全然わからんよ。これはまあ、まあまあ、でも残念でしたね。哲也はマグロ苦手です。あー、僕マグロ食わないです。食えよ食いそうだろう。答えいきます。うん、いただきます。体まずくは中トロみたいな作ってる。今回は私、ね、いい笑顔、お寿司屋さんの娘じゃん。おい、マグロ食ってんじゃん。なんかなんかちょっと微妙に外してない？サーモンチーズマヨとかなんか入ってないよ。嘘、あれチーズ入ってたっすよ多分。フラン、チョコケーキ、チョコケーキ僕らも、いちごミルク、はい、あーいかれた。オッケー、ということで畑チーム1ポイント。やったー。危ねえ危ねえ。マジでギリだったね。ギリだった。なんかチョコケーキだけなぜか覚えてたんだね。確かに。なんかチョコケーキ食ってたなと思って。いちごミルクも確かに。あー、そっかそっか。チョコケーキは毎回食うんですよね、僕寿司。いや、行ったら。はい。セット決めてるんですね。セットなんだ。3対3の。うわー、いいよ、追いついたぞ。極激からカレーペヤング。1分で食べきれたら何でも買ってあげる。ケンスケの早食い記録を正確に答えよ。正確に？正確に？近い方にポイントです。え、数字ってこと？はい、何秒何々。なるほど、大体の数字、大体ケンスケは多分、様子は。おお、せーの、じゃん、はい、あー、ごめん、俺ミスったかもしれん。56秒、22ですね。いや、分からんな。53秒4。見てみましょう。はい、なくなってます。あ、いけいけいけ、飲み込んで飲み込んで飲み込んで、やばい、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 ゆっくりいけ。あ、いったか。はい、あー、いった。すげー早いねー。ということで、畑チーム1ポイント。やばい、やー、ミスった。あと2問で。やばっ、やばいやばいやばい、やば。 YouTuber の歩み見たら今と全然違った。やばい、前半だ。陽平先生の通信簿について学習活動の欄の5つ目に書かれていたものはありがとうプロジェクトですが、はい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 、それを知ったトマト君が放った一言とは。ずるいって、本人じゃん。確かに確かに本人だ。よしよし、いけます、はい、お願いします。せーの、じゃん、はい、あー、そっちかー。追求してたってことになって、なんすかそれ、ありがとうプロジェクト。いやー、ありがとうプロジェクトね。すごい、24時間テレビみたいなことやってました。やばーい、でかい、すごっ。それはやばすぎ。地味に離されてる。やばい、うわーい、強本人。次、10問目なんですが、ラスト3対5という。おお、うん、これはお願いします。勝者には何ポイント入るんですかね。ちょっと難しい問題なので、3ポイント。よし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 、3億ポイント、3億。どっちでもいいでしょ。じゃあその場合は3ということに抗議しないと。なんで3か3億で迷ってるんですか。え、3億ですか。じゃないですか。3億にしよう。いいですよ。よしよし、何でしょう。僕らは3以上だったら何でもいいんですよ。そうです、3点じゃ足りないです。足りないです。3億ぐらいです。大差で勝ちたい。あー、なるほど。最終問題、検証、へそのごまの色は俺だ自在に操れるらしいから試してみた結果の後半より、タブーゲームでタナッチが行った一発ギャグとは。あ、分かったかも。タブーゲーム
めちゃくちゃルール意味わかんなかったんですよ。え、あの背だけ切ってた時でしょ。そうですそうです。あ、その動画か。何やってたんだろうって思ったもん。分かった。これなんか俺多分ね、なんか言ってもらえれば思い出せると思う。まあ、これあれじゃない、分かったかもしれない。マジ、せーの、じゃあ、はい、大事なところで転ぶやつみたいな。違います。結構ち入ると思ったらこけるやつ。どっち似てるな、似てるな。誤差だな。三脚をどかして、でそれでやった気がするんですよね。答えいきます。はい。大事なところで転ぶやつ。やったー、やった。3億ポイント。3億ポイントです。すごっ、完璧に当ててる。すごい。大事なところで転ぶやつですよ。僕はこのタブーゲーム自体もこのギャグもあんま意味わかんない。確かに。はい、ということで3億3ポイント対5ポイントで水溜りチームです。よし、ありがとうございます。すごいな。いや嬉しいです、ありがとうございます。すごいね、マジで互角な。すごいすごい、これすごい。一期一会あったじゃないですか。確かに。すごいのところで転ぶやつ。まああの3億ポイントだからちょっとややこしかったんですけど、はい、互角ぐらいまではガチ弁すればいけるってこと、いけました。検証結果としてはすごい、すごい。意外とだから本人覚えてないっていうのもありつつね。そうだね。今日本当ありがとうございました。実際やってみてどうでしたか。いやー、なんだろう、やっぱり作り側って、うん、なんかその編集外のこととかも覚えてるから。そうなんすよね。でも完成品以外の内容が入ってきちゃって。そうっすよね。やっぱね、うやむやになったりするよね、結構、うん、あそこ使ったっけな、どうだったっけなっていうことですよね。それで言うと僕らもね、もう制限された情報だけを、はい、勉強してきたんで。はい、普通に勉強してきました。穴埋めみたいな感じで覚えたところもあったね、やっぱり。次はトミビデオでやろうや。水溜りでやってください。なんで僕の個人チャンネル。トミビデオの問題あるんですか。水溜りだと多すぎるから。トミビデオ長いっすよ。1本50分かかるね。本当に長いから、ね。1時間半とかのね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、今回この僕らがね、使用させていただいたジーンズの、はい、このね、ブルーライトカットメガネ。はい、めちゃめちゃ良かった。はい。まあちょっとどういう構造になっているのか、うん、まず軽く説明して、まあ、感想を言っていきたいなと思います。はい、じゃあちょっと映像を見ていきますか、はい、うん、あ、裏面からのね、言ったらこっちからのってことね、はい、後ろからのね、はい、確かにこの後ろからの光が反射して目に直接入ってんじゃないかっていうところで、うん、あ、それは全然ないよ、通り抜けるってことなんだ、ね、あ、これが実験の方か、うんうん、だから目にね、こういう、まあ、ガラスだからこう来てるんじゃないかっていう、うん、確かに意外と考えてなかったけど、ギラつき実験、これが多分普通の、ね、ああ今の状況だ、うん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 、ここに来てるんだけど、まあ、これは当たり前のようにカットして、それでいてブルーライトのそのパソコンがここに映らないとね、うん、このイメージある。確かもう普通のただのメガネに近いよね、これ、うんうん、ということで、うん、まあ、僕ら YouTuber って、はい、まあ、毎日のようにこうパソコンに向かって編集したりするので、はいはいはい、結構目をね、酷使するというか、うん、僕も結構目悪くなってきちゃってるんですけど、はい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 、まあ、多分ブルーライトがこう目に来てるっていう影響が強くて、うんうん、これかけるとかなり、なんていうんだろう、目に入ってくるブルーライトが軽減されるんで、はい、ちょっと皆さんもぜひおすすめなんでかけてみてください、うん、あとね、こういう時期だから、はい、あの家で結構いろいろ見たりすることも多いと思うんで、うん、結構みんな酷使してると思うんだよね。まあてかまあ別にその仕事じゃなくてもそのいろんなその動画とかそうそういろんなものを見るにあたってブルーライトを発するものにこう触れる機会が増えたと思うんで、そう思います。まあこういう時にまあ目が悪くなったり、あの目にねこう負担がかからないようにブルーライトカットメガネをかけてみるのいいのかなと思います、はい、マジでおすすめです、はい、ということでこの動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで以上今日の三つ編みでした。ありがとうございました。ありがとうございました。